最近革物の不調が相次いでいます。ブンブン革革ブン革です。タイトルの通り M5 スクエアが壊れましたので、こちらを修理に出しますという動画です。いや、なんか重なる時は重なるっていう感じで、今まであまり革物が壊れるっていう経験をこれまでしてこなかったんですけれども、この1、2ヶ月の間でそのドリップの iPad ケースが壊れて、そしてブライドルさんが壊れて、そして今度は M5 スクエアが壊れてという感じで、なんか度重なる故障が続いております。こういうちょっと負の連鎖的なものが続く時は続きますね。皆さんお手持ちのプロッターは大丈夫ですか？今回どこが壊れてしまったのかちょっと説明しますね。リングです。また前回ブライドルさんはリングの開け閉めが硬いっていうトラブルだったんですけど、今回開け閉め自体は良好です。こんな感じでちゃんと硬くもないし、ちゃんと閉められるしっていう感じなんですけど、その閉めた時にちゃんと閉まらないっていうトラブルです。今閉めたんですけど、ここに隙間が空いてるんですよね。全ての金具に微妙な隙間が空いてます。ちょっと見づらいと思うんですけど、こことここの、私の手がリングだと思った時に、普通の金具ってちゃんとこうくっつくんですよ。この指と指がここの部分だと思ったら、すべてがこうちゃんとピタッとくっついて隙間がないんですけど、今ちょっとこんな感じで微妙に開いちゃってます。これ、この間修理から戻ってきたばっかりの絶好調のプロッターなので、見てもらうと違いがわかると思うんですけど、こんな感じでしっかりくっついてますよね。隙間がないです。でも M5 スクエアの方にはこんな感じで隙間が空いてます。本当に1ミリぐらいなんですけど、隙間が空いてしまってちゃんと噛み合ってない、ちょっとこうなっちゃってるっていう感じです。もしかしたらこのほんのちょっとの隙間で修理出すのって思われるかもしれないんですけど、この隙間でこの間サブの方でこのお祝いのこの画像を貼るっていう動画上げたんですけれども、ここでちょっと不調が出ました。こんな感じでリフィルセットするじゃないですか。で、まあちゃんと閉じれます。閉じれるんだけど、こうなんかさっきよりもしっかり隙間が入っちゃったかな、まあ、こんな感じで隙間があることで、こうページをめくりますよね、ペラペラっと。でこうやってめくってる時にたまにここからスポッて抜けちゃうんですよ。リング抜けが発生してしまいます。これが結構今は意図的にこうやってちょっと抜く感じの動作でやりましたけど、普通の何気ない動作でも割と上の一個だけこう抜けてしまうとか起きちゃうんですね。こんな感じで隙間が空いていて、普通にこうめくる動作をしただけでも結構本当に取れちゃうんですよ、ペラッと。でそのリフィルを破いてしまったりとか、まあ、落ちてしまったりとか、そういったことにもつながってしまうので、やっぱりしっかり修理に出して直してもらおうと思います。プロッターの方にも問い合わせして、もちろん
正式な回答は、まあ、また届いてからになるんですけれども、修理の対象になると思いますということでした。まあ、こんだけ隙間空いてればなりますよね、そりゃ。なんか、そう、最初、隙間空いてて、こう、ちょっと自分でギュッて指で押してみたりしたんですけど、やっぱり治んないんですよね。プロッターの修理って基本的には購入した窓口が対応なんですね。だから、どこかのお店で購入したときは、そこのお店に一旦問い合わせをして、そこを経由でこう修理みたいな、そういう流れになります。前回はオンラインストアで購入しているので、オンラインストア経由でこう問い合わせをして、やり取りをしました。で、今回このポップアップってイベント号じゃないですか。で、どうするんだろうと思って、ちょっと分かんなかったので、とりあえずオンラインのお問い合わせフォームから問い合わせをしたんですけど、まあ、オンライン購入品はそのままオンラインの方が対応してくれて、で、今回のポップアップの場合はオンラインで問い合わせしたんですけど、オンラインじゃなくて、本当にプロッターが対応するっていう感じでした。なので、ちょっと問い合わせの、その、やり取りするメールアドレスとかもまた違っているようです。まあ、間違ってそのオンラインの方に送っちゃっても、プロッターさんが窓口ここなので、ここでやりますとか多分言ってくれると思います。前回と同じで、届いてから2、3週間ぐらい修理に時間がかかると言われています。ついこの間メンテナンス会に連れて行くのをどの子にしようっていう動画上げたんですけど、メンテナンス、ポップアップストアにちょっと今回私本当に入店できるかわからないんですよね。で、まだポップポップストアまで1、2週間あるんですよね。で、前回こっち1週間ちょっとで戻ってきたんですよね。で、私これから帰省するので、まあ4、5日家を空けるんですよ。なので、今送って、まあそのまま帰省して、2、3日ぐらい経った時に運よく戻ってくるかもしれないっていう可能性をかけて、メンテナンス会じゃなくて普通に送って対応してもらおうと思います。ブライドルさんみたいにめちゃくちゃヘビーユーズしているわけではないんですけれども、やっぱりちょっとでも早く戻ってきてくれた方が嬉しいし、またそのポップアップで購入したバインダーの修理ってどうなるんだろう的なの、皆さん気になるかもしれないので、そういった事例を収集できるっていう意味も込めて、今回は郵送で対応してみます。ということでまた急いで指定された送り先に送ります。一旦このリフィルは全部抜いて、で、まあ、ベルトも置いて、今回ちょっとその購入履歴とかそういうのないですけど、名古屋のポップアップでしか販売されてなかった商品だから、多分このまま送れば大丈夫かな。レシート送ってくれとか言われてないので、一旦この箱に入ってた保証書類と本体を一緒に入れて、ということでまた修理に旅立ってもらいます。前回は本当に初めて修理に出すということで、ちょっと不安ドキドキした感じでやってみたんですけど、今回はその前回の実績、すごく丁寧に対応してくださったっていうのをもう分かっているので、本当にあー行ってらっしゃいっていう感じで見送れます。ということで今回は本当に気持ちよく送り出せます。戻ってきたら動画撮りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。